岡田監督、あれに向けて笑いが止まらない。いやいやも可愛く見えてきちゃった。今日はご機嫌やな、青柳がちゃんと抑えたのが一番嬉しいんやろな。どんでんエイトしやろうに、プレッシャーの中元気やな。9月頭まではプレッシャーあったやろうけど、もうないわな。阪神ファン、まだわからない。嬉しさを隠せないドン様。負ける気せえへん。ドン、明日は誰だ？佐伯か、オン力み倒すやろな、草。想像以上にニッコニコで草。まあ力んで支給出しまくるやろな、ようわかっとるわほんま。どんでんが嬉しそうでワイも嬉しいわ。地域が荒れしそうで嬉しいんやろな。日本一の阪神ファンがリアルパワプロして、特等席で野球見て胴上げまでいけるんだから、そりゃニコニコよ。次の中日戦まで引き伸ばして、ライスシャワーとドブロクでお祝いする手もある。佐伯完投よろしく、岩崎に出番与えないってくらいでいかなあかんよ。佐伯は7回くらいでもええわ、今年の功労者として、梶谷と岩崎が締めてほしい。去年どんでん、なんでこの戦力で優勝できへんのかわからん、今年、貯金35で独走。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。